これ擦ったら本当に充電されてますよ。どうだ、すごいだろう。これは便利ですね。まんまと釣り寄ったわ。この田中、暇さえあればスマホをいじる現代っ子である。加えてその田中スマホ、長期使用でバッテリーはすでに老朽化。一日に何度も充電する必要がある。しかしここは学校、ただでさえ高速で許されていないスマホの存在、それを充電できるポイントとなるとさらに限られる。そんな中、突如として降誕する禁断の歩くチャージスポット。校内でいつでも安全に充電できるこの上野を求めて田中は放送することになり、そしてその繰り返しによる刷り込みの発展、スマホへの意識はそのまま上野への渇望へとつながり、ほどなく田中の思考はこの上野で満たされるのだ。部長、これ充電速度ゆっくりですね。お前のパワーが足らんのだろう。あ、なるほど。ちょっとおい、待て、お、ほら部長、全然違いますよこれ。ほら、見てくださいよ。うわぁ、さっきまでのが嘘みたいな溜まり方、これでもう一気に